これはマイストのものでして、これはシブレーコルベットの、ZR1 ですね。これはですね、1990年コルベットのラインナップに ZR1 という名のスペシャルパフォーマンスパッケージが加わったと。ZR1 とはオプションコードがそのままで社名に登用されたもので、そのルーツは70年から3年間だけ存在したレースカーパッケージであると。で、その中核というべき存在はエンジンだと。コード名は LT5。そのシリンダーブロックはアルミ光線切りで、シリンダーヘッドに至ってはシボレーとロータスの共同開発の DOAC4 バルブになっていると。最新の燃料理論を導入した DOAC ヘッドによりパワーアップを乏しく、380馬力を絞り出していたと。で、ZR1 は極めて高額で、かつ限定された下級体制で製造されたと。コルベットクーペの車両本体価格は3万2000ドル弱だったが、ZR1 のオプション価格はプラス2万7000ドル余りである。で、この価格は翌年には3万1000ドルに跳ね上がったと。しかし、シボレーにとっては、ZR1 はこれだけで大規模で大幅なプライスをつけても赤字ギリギリだったと、まあ言われたね、車です。まあかつて90年代の時に、まあレースとかでもね、活躍した車で、これのオープンカータイプというのはね、表がまあこちらになってて、なかなかいいですね。コルベットはね、基本的には歴代は好きかな。まあちょっとこうステングレーはね、ちょっと独特な形してるんで、あれですけど、まあ基本的には、コルベットは歴代、全部好きな、車種ではあるかなというふうに、思いますね。まあなかなかこれもね、当時レースで活躍して、していた姿がね、未だにこう焼き付いてるぐらい、これは、良いね、スポーツカーでしたね。この絵柄も、気に入ってるね、青いストライプに、この形がいいなというふうにね、思った車の一台がありますね。というわけでどうもありがとうございました。